会社名とお名前お願いします。はい、ダイヤモンド元気の大門俊介です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。大門さんが持ってらっしゃるこれがおすすめ、はい、これがおすすめです。絨毯さん用の入浴剤ということで。絨毯さん用の入浴剤、はい、毎日入っていただけるんですが、あの疲れが取れる、はい、それから、筋肉疲労、うん、あの例えばアクションスポーツをやって今日肩が痛いとか腕が痛いとか足が痛いとかっていうのがその日のうちに、取れてしまうという薬用の入浴剤。すみません、どういう原理なんでしょう。絨毯さん用といって、はい、で炭酸ではなく、あの重炭酸という、気泡ではなくイオンがですねお湯の中に溶け込んで、うん、それがあの肌から血管に作用して、うん、NO という、物質、一酸化窒素というものですけど、うん、NO で、はい、血管を広げてくれ て血流を良くしてくれ て免疫力を上げて、元気にしてくれるという、その日のトレーニングの疲れとかその日の試合の疲れをその日のうちに、なくそうというコンセプトです。あ、それがこの、はい、なんていう名前ですか。ホットタブのですね、アスリートリラックスっていう、はい、商品名。そうです。これで今書いてあります、15分以上入浴。そうですね、あの大体10分から20分ぐらい入っていただくと、うん、翌朝には痛みも消えて、お隣のブースの方は腰痛がなくなったということでご報告いただきました。もちろん大門さんもいつも入ってる。毎日入ってます。だから元気。元気です。あの本当にね、あの血流が良くなるといろんなことが解決するので、疲れにくい体、それから疲れてもあのあっという間に疲れが取れるっていうこと、それからあのこれはあの肌にもいいので、入ると肌ツルツル、塩焼けとかいろんな焼けたりしてもとってもこれはあのそれにもいいですし、あの焼けた髪にもいいです。これが今あのこれが中身なんですけども、これを3錠お風呂の中に入れていただくと泡が出てきて、それがあの絨毯酸イオンの泡なんですけども、それが消えてから入るんです。で40時間ぐらい効果が変わらないので追い抱きも OK、 OK、 何度でも入れます。これ粉じゃなくてこれが入ってる、これが100、あのこの中に100個入ってます。これは100錠入りということで、なるほど、ね、3錠ずつ1回に使うという。3錠使わなきゃダメですか、やっぱり。あとは、うん、そういう方にはシャワーヘッドがあって、この中に1つ入ってるんですね。お、本当だ。この中にこ のホットタブを入れて、絨毯酸イオンのシャワーを浴びてお風呂の代わりにできちゃう。温まり方ももう大変半端じゃなく温まって、うん、疲れも取れて、うん、痛みも取れるというものです。すごいものを持ってきてくれました、はい、もうまさにサーファーに向けたり、もうあのウィンドサーフィンの方、うん、はい、もうそれからあの、スケボーでどっか打ち身とかした時に、冷やすんではなく血流を良くして早く治すという。なるほどね。メジャーリーグの世界でも昔はあのただ冷やしてたんですけど、そうですよね、今は温めるっていう形に変わってなってますよね、はい。じゃあちょっと疲れてる方、ちょっと痛いところある方、ぜひちょっとこちらチェックしてみてください。大門さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。